エルチチャンネル。プロジェクトゾンボイドを続けていきます。目的のアーミーショップはここだな。わあ、なんだかとても広そう。さて、中に何があるのか探索開始だ。このお店にマリサが背負ってるようなアリスパックがあるの？おそらく、だがな。アリスパックは軍人が使うものなので、この店ならあるんじゃないかと思ったんだ。しかし、だいぶ店内の荷物は持ち去られているようだぜ。この箱の中身は少し残ってるけど、お店にしては商品が少ないね。その電子部品は持って帰ろう。発電機の修理に使える。医療物資は少し残ってるわ。店内にはゾンビになった人がいたし、誰かが商品を盗んだのかもな。お店を壊されたりはしていないみたいだけど、略奪とかはあったかもね。この様子だとアリスパックがあるかどうか。ここに衣服が売ってるみたいだけど、アリスパックはなさそうだわ。これほどまで商品が残ってないとなると、ここに来たのは骨折り損だったか。もう少しお店の中をよく見てみましょう。まだどこかに使えるものが残ってるかもだし。表に何体かゾンビが来ていたが、倒してきたのでゆっくり見れそうだ。お、懐中電灯やろうそくがあるわ。いいね、明かりを確保できる商品があるのは助かる。他には防護マスクとか、フェイスマスクが残ってるよ。あら、こっちにはフルフェイスマスクってのがある。防風性が高くて断熱効果もあるみたいだし、着てみようかしら。外は寒いからな、顔も暖かくするのがいいんだぜ。おお、暖かい。見て見て、マリサ。似合う？鏡がないからわからなくて。おう、暖かそうだ。ちゃんと見てなくない？何か変かしら？あ、いや、うん、大丈夫だぞ。どこかに鏡はないかなー？こっちにも部屋があるみたいだし探してみよう。あら、なんだか頑丈に施錠された扉があるよ。施錠された扉か、そこは気になるな。おお、こっちに大量の物資を発見。なぬ、私もそっちへ行くぞ。ここは在庫室みたいなものだったのかな？懐中電灯をつけてよく調べてみよう。もしかしたら、略奪されたのではなく、そっちの在庫室にすべて運び隠していたのかもしれないな。この部屋には窓もないし、それならお店が綺麗なのも納得だわ。お、私が背負っているハイキングバッグと同じものがあるよ。アリスパックはなさそうだな。私、この赤いハイキングバッグ気に入ってるし、また別の場所で見つけられるかもしれないから大丈夫よ。それより見て、コンテナの中にたくさんの銃弾が入ってる。なんと、こっちのコンテナにもあっちのコンテナにも銃弾が入ってるぞ。わあ、アリスパックを探しに来てこんなに銃弾が手に入るとは思わなかったよ。見たことのないパーツもあるわ。2倍と8倍のスコープがある。それはライフルに取り付けるスコープだ。それを取り付ければ遠くの敵を狙いやすくなると思うぜ。さすがアーミーショップ。すべて回収だぜ。店の正面玄関に車を回しておいたので、回収した資材はトランクに入れていこう。了解。そして、トランクに入れていたスレッジハンマーを取り出したので、施錠された扉を開けてみようじゃないか。いいね、お店の奥にはもっと資材があるかもしれないね。店の奥にあるシャッターが降りているところも気になっている。ああ、こっちの洋服が置いてあるところの奥だね。シャッターでよく見えないが何かありそうだ。霊夢が見つけた施錠された扉を先に調べてみよう。私が見つけたのはそこだよ。この扉か。施錠された扉の奥にシャッターがあり、さらに扉が見える。厳重だね。私が開けている間ゾンビが来ないか見張っていてほしい。見張りね、任せて。マリサに近づくゾンビさんはこの釘バットで生き殺よ。霊夢さん、なんだか様になってますね。それって褒めてるのよね。次のシャッター部分はスレッジハンマーで壊していく。ねえマリサ、私可愛い？私もガスマスクをつけてるから、二人で強盗に入ってるような気分になる。私みたいに可愛い強盗だったらお店の人から歓迎されちゃうねー。うむ、いつでもポジティブな霊夢は強く生きられそうだ。ほら、開いたぜ。おお、ここにも資材がたんまり残っていますね。ここも銃弾が多いな、これは嬉しい。もう一枚扉がある。おや、この先はシャッターが降りていた場所に繋がってないか？本当だ。なんだかとても臭い。霊夢、ここにも弾薬や銃がたくさんあるぞ。本当だ、こっちは銃を撃っている場所だったんだ。これなら厳重に施錠されていた理由がわかるね。うわ、霊夢が感じていた匂いの元はこの人か。むむむ。骨だけになってるじゃない。しかしゾンビはいないぞ。施錠されていたのにね。ああ。もしかして、ここに立てこもっていた人なのかもな。武器や銃弾はあるけど、食料が全然ないわ。だから、きっとこのような最後を迎えてしまったのだろう。ふむー。武器はあっても食料がなかったら生きられないからねー。一
近くのお店とか工場に行ってみればよかったかもだけど、怖くて出られなかったのかも。勇気を振り絞らなければならない時もある。マリサの拠点には食料がたくさんあってよかったよ。霊夢は食料をメインに積んで、ルイビルに移動してきたくらいだものな。ああ、荷物が重くて走る速度も遅くなっちゃうわ。まだ店内のものは回収しきれていないから何周かしないといけないぜ。あれ？何か聞こえない？これは、ヘリコプターの音だ。やだ、ちょっと、ルイビルにも来たの？ヘリコプターの音でゾンビたちが集まってくるぞ。早く戦う準備をせねば。銃はどうする？そうだな、この際銃を使って戦ってみるか。でも銃を使ったら銃声でもっと大変なことになるんじゃ？地図を見てみろ、ここは危険地帯に近いが町外れとも言える場所だ。銃声が響き渡る範囲も限られているし、いい腕試しになると思うぜ。怖いけどわかった。JS2000 の散弾銃と、M9 のオートマチック拳銃を装備したよ。後ろだ、霊夢。ありがとう、全然気づかなかった。もっと広い場所に移動するぞ。ここに来る時に見た住宅街のゾンビさんたちも来るかな？どのくらいの範囲のゾンビたちが集まってくるかはわからないが、私たちは大量の銃弾を集めたばかりだ。これらを使って撃退するぞ。銃声が響き渡るね。視界に入り次第どんどん撃っていこう。この JS2000 の散弾銃は広い範囲で当たるからいいんだけど、装弾数が少ないからこまめに装填する必要があるわ。私は霊夢も腰に装備している M9 を使っている。これは15発撃てるので素早く個別に狙っていくぜ。この数なら2人で対応できそうね。集団が向かってきていたら危険だ。くれぐれも周囲をよく見て動こう。見やすいようにこの駐車場の中央付近で戦いましょう。おお、ここはとても広く視線が遠くまで通るぜ。だが、それはゾンビたちにとっても同じだ。ゾンビが私たちの姿を見てまっすぐ向かってくるぞ。四方八方から来るね。後ろにも注意だ。なんだか距離を詰められて使ってる？うお、リロードせねば。私もリロードタイム。うわわ、ゾンビの集団がやってきてるぞ。銃と弾薬が重くて早歩きしかできない。走れないから怖い。さすがに数が多くなってきた。いいや、近すぎると散弾銃でもうまく当たらないのはどうして？銃にはそれぞれ適切な距離があるんだ。囲まれちゃう。マリサ、やばい、この数やばい。ヌアは、さすがルイビル、数が尋常じゃないぞ。足を止めたら骨にされちゃう。うむむ、銃を使うのはやはり危険すぎたか。疲れて息が切れてきた。いや、ここで銃の使い方を知らねば今後はさらに厳しくなるだろう。これは最初の試練だ、なんとか切り抜けるぞ。ああ、もう、こうなったら撃って撃って、撃ち続けるよー。撃て、撃て。ひえ、弾切れになった、リロードしなきゃ。霊夢、この場所から離れすぎるなよ。遠くへ行けば行くほどさらにゾンビたちをおびき寄せてしまうぞ。これ以上のおかわりは無理です。てかこれって減らせていってるの？ヘリコプターの音も消えたし、ここは踏ん張りどころだぞ。もう散弾銃の実砲は残ってない。今入ってる弾薬を使い切ったら終わりだわ。落ち着け、まだ M9 があるじゃないか。ああ、そうだ、ホルスターに装備してた。私も疲労が激しくなってもう逃げられない。ここは撃ち続けて倒しきるか、ゾンビたちに骨にされるかだ。いや、骨になっちゃうのは嫌。ならば撃て、撃て。あれれ、撃てなくなっちゃった。銃弾が切れたか？しっかり装填してあったし、そんなことはないと思うんだけど。新しく M9 の実砲を開けるわ。箱から取り出すには一度足を止める必要がある。こっちだ、隙を作るから急げ。ありがとう、取り出せたよ。まずは弾倉を取り出して。ここに銃弾を装填して。急いでくれ。装填できました、あとは普通に撃てば。って、撃てないんだけど。装填した弾倉は入れたか？ちょっと待って、ちゃんと入れたはずだよ。どうして、やっぱり撃てない？落ち着け、それはおそらくジャムったのさ。ジャム？食べ物のことではなく、玉詰まりのことだ。玉詰まりを解決すればまた撃てるぜ。よくわからないから槍に持ち帰るよ。そうしてくれ、今教えている暇はない。だいぶ数は減らせていってるから落ち着いて倒すぞ。あら、いつの間にか大群がいなくなってるじゃない。はぁ、あ、はぁ、あ、一体何発の弾を使ったことか。わぁ、私たち生き残れたのね。ヘリコプターや銃声が響き渡ったが、町外れだったのが幸いした。とても危険な状態だったがいい経験をできたと思う。弾詰まりは焦ったよ。ああ、霊夢は初めての経験だったものな。そこを押して戻せば治るぜ。銃の取り扱いにはもっと慣れる必要があるね。ふぅ、とにかく一件落着だ。もうヘトヘトだよー。私はアーミーショップの資材運搬に戻る。霊夢はゾンビたちから使えるものがないか拾っておいてくれ。了解。そして帰宅は明け方になりそうですね。トランクいっぱいに詰め込んだから時間がかかった。たっぷり集めたけど、これらはまた使うの？
まだいつ使うかは決めていないが、いずれ役に立つ日が来るだろう。その日までにまた少しずつ銃を使って、射撃のスキルも上げていきたいね。正しくは射撃技能だな。射撃技能は2つに分かれており、命中率が上がる正確な照準と、装填が速くなる装填速度がある。何にしろ銃を取り扱う以上、もっと慣れる必要があるな。そして、この辺りのゾンビたちは一掃できたと思ったのだが、まだまだたくさんいますねー。この住宅街のゾンビたちはあの騒ぎに集まってこなかったのか。ヘリコプターや銃声でてんやわんやしたけど、あそこまで音は届かなかったってことかな？きっとそうだな。ゾンビの行動をまた一つ理解できたぜ。あら、マリサ、雪が積もってるところがあるね。お、そのようだな。おお、寒い寒いと思ったら本格的な冬だわ。これからさらに冷え込んでいくだろうな。わあ、日が出てるのに寒い。雪が積もったら遊べるかな？霊夢さん、そのフルフェイスマスクは拠点の中では外していただけますか？拠点の中は暖かいからいいけど、どうして？あ、またいいもの見つけたのよ。スキー用のゴーグルと、赤いストライプのスカーフ。防寒対策になりそうな感じ。両方とも装備してみたんだけどどうかしら？そのフルフェイスマスクの上にさらにヘンテコな組み合わせ。怪しい。かわいい？いや、怪しすぎるぜ。あら、かわいいだなんて嬉しいわ。話を聞いていないな。だけど拠点の中は暖かいから汗をかきそうね。身につけるのは時々にしましょ。おう、時々がいいと思うぞ、時々が。そして、どこかで銃を使っていこうと思うのだが、行き先は霊夢が決めてほしい。あら、どこがいいかしら？危険地帯じゃなければまだ大丈夫だと思う。ふーむ、それなら西側にでも進んでみようかしら。まだ行ってみたことのない場所へと向かってみよう。運転は任せてねー。お外も見ながら良さそうなお家がないかも見ていくよ。うむうむ、引き続き霊夢が拠点として気に入りそうな建物も探していこう。おお、マリサの拠点の近くの民家は外観が素敵ね。海外デザインの良さが出てるよな。こういうお家に住むのもいいよねー。おっと、車両が道を塞いでいるから気をつけろ。あちゃ、ぶつけちゃった。スピードは出ていなかったので無事だが、くれぐれも運転には気をつけないと事故るぞ。また霧が立ち込めてきて見えにくいし、ゆっくり進みます。それと、できるだけゾンビは避けていこうな。ゾンビさんにぶつかると車が壊れちゃうからねー。この辺りは相変わらず多いねー。マリサの拠点に来る時にも思ったよ。避けるのが難しい。一度どこかの店にでも入って、車の修理部品も集めたいぜ。お店ならどこにでもある感じだし、この辺りはどうかしら？ゾンビが多いが止められるか？待ってね、そこに駐車場があったから入ってみるよ。車を傷つけないように。ここは何の店かわからないが、とにかく先にこのゾンビたちを倒そうか。銃は使う？判断は任せるが、もう少し逃げ場があるところで使った方がいいんじゃないか？了解、槍を使って様子を見て判断するよ。お、静かに倒せたおかげで霧の向こう側にいるゾンビたちは来てないぞ。この霧の濃さだと気づかないこともあるのね。ふむ、ゾンビたちの目をくらませることも有効的なのか。ここはお店というよりオフィスだったみたい。おや、オフィスなら大したものがないぞ。お隣もオフィスだよ。わあ、割れた窓から槍で一方的に攻撃できる。槍は他の武器よりもリーチが長いから有利に戦えるんだぜ。こっちの建物はオフィスじゃないようだぞ。窓越しに見えるのは、あれは洗濯機だな。コインランドリー？うむ、とても好都合だ。あの洗濯機を解体すれば、車の修理に必要な大きな金属板などが手に入る。ドアは施錠されているから窓から侵入するか。はぁ、あ、はぁ、あ。なんだかちょっと動いただけで息が切れるわ。動きにキレがないな、どうした？わかんない、どこも怪我してないのにね。とりあえずここの洗濯機を解体する間待っていてくれ。オッケー、私はそこにある自動販売機を見てるわ。お、スナック菓子が残ってる。こっちには西洋飲料水があるわー。早速スナック菓子を食べちゃおう。もぐ、もぐ。まだ食べ足りないから、今度はマリサの拠点にあったピーナッツバターをいただきます。おいおい、ピーナッツバターを瓶から直に食べるのは食べ過ぎじゃないか？大丈夫よ。ほら、体重だって。ん？90キロだと？え、霊夢さん、あなた太りすぎですよ。きゃあ、太りすぎの特性ができてる。太りすぎると走る速度が減少し、持久力が低下し怪我をしやすくなる。最近息が切れやすいと思ったら、調子が悪いのはそのせいだな。というか、私は逆に体重不足になっているし。マリサは何キロなの？75キロだ。マリサの拠点に来て、私が太ってマリサが痩せるだなんてねー。
どうしてだろうなぁ。とにかく、霊夢さん、しばらくダイエット生活しましょう。いやぁ、美味しいものをお預けだなんて。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching だぜ。